どうもトレインです。本日もモコに届け杯完全制覇チャレンジやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc のミュージックパクト。さあスタートと、最近ね、2週連続ぐらい寝起きでずっと参加してたんですけども、本日ね朝の10時に起きまして、そこからねなんと、ジムにも行ってね、体の状態はねただいま非常に万全な状態となっております。この調子でね、本日、完全制覇狙っていこうと思いますのでね、応援よろしくお願いいたします。はっ、おー、もうなんでだよ、それ当たってないよマジ誰のに当たったんだよさあちょっとこれしょっぱな頭出れなかったな、苦しいんですけども、しっかり落ち着いて、あーもうバカ絡まれてる、やばいしょっぱなからちょっとピンチ。さあジャンプかましていきまして、6人いるけど、これちょっと頑張って上行くなら、一旦アイテム交換かな。一旦アイテム交換して、さあ前潰し合ってるね。さあ潰し合ってるからしっかりこやつも焼いておきたい。さあ焼いておきまして、後ろもしっかり潰しておきまして、さあ赤持ちがぐだってるね。それはちょっとめんどくさいね。ああもうちょっとやめてよめっちゃ絡まれるやん。落ち着いて、やばい、どこどういってんの、反対向くな、やばいってもうねえ、もう痛い、やばい、これガチでやばいことになってる。これどうやって勝とうかな、ここから。まずいな。とりあえずアイテム交換で、今度引いた、熱い、これ熱いよ、これありますよ。ちょっと片言になっちゃったけど、これある、普通にある。さあよいしょっと、さあ打ってもらい機能ができないけど大丈夫。さあこっからどこまで伸ばしきれるか。さあしっかりとインついていきまして、さあ3まで戻ってきたが、あともう1個トゲゾウ欲しいな。あともう1個トゲゾウあれば全然いけそうなんだけども、それか前の人が頑張ってくれるか。いやー、嘘や、お前ちょっともう的確すぎるってー、もうそこで後ろ投げる判断やばすぎるんだが、普通にやばい、届かねえまずい、落ち着いて。さあしっかり着地していきますが、いやーこれちょっと届かない。1位ゴールしちゃってるやん、もうあーもう1レース目から4位かよもうマジでいやーちょっともうマジちょっと苦しい被弾が多かったから、ちょっときつかったけどね。ちょっと一旦切り替えよう。一旦切り替えて、こっからまだとりあえずランクインを目指そう。とりあえず1位は取れなかったけど、こっからランクインできるぐらい、1位は量産していけるようにね、頑張っていきたいなと思います。切り替えが大事。やはりね、ここでうじうじしてて、勝てるもんもね勝てなくなっちゃうので、しっかりここで切り替えて立ち回れるかが非常に大事になってきます。アイテム交換していきまして、強っ、結構普通に強いこのスタート木野さん普通に熱いので、どうしよっかなこれ。難しいな。一旦保持でいいかな。次のね2周目の最初のアイテム交換で、2つとも入れ替えてうまいこと上がっていければなと思うんですけども、ファイヤー危ない、しっかり避けていきまして、バカ譲り合ってるんだけど、バカ譲り合ってんじゃんにちゃさあ前出ていきまして、この2位の人が何引くかゲーミングだけど、相手取れてなさそうだね。さあ2位までスター持ってこれてるが、どこでスターを使おうかゲーミング、ここね問題なんですよね。このサンダーの使うタイミングはね、今ちょっとはい、マジかよ、そこかよいや持ってるのは分かってたんだけどね、もうちょっと渋ってくるかなと思ったんですよね。ちょっと渋ったせいで俺もそれはしゃあない、それは仕方ないとして、激渋になったな、急に激渋になった。さあコイン2枚しっかり取っていきまして、終わった。マジでマジかよ、落ち着いて。まだね無限の勝ち筋があるので、次のアイテムで強いアイテム引けるように、止まってワンチャンを狙いに行きたいと思います。ここで掴むぜドリーム。いやードリームってねマジでやばい、危ない。いやーこれどうしようかな。前のファイヤーボール普通に怖いんだよな、あれ。ただ荒れてるっちゃ荒れてるかなこれ。さあジャンプアクションかましまして、もらいキノコしていきます。これどうだろう、やばい、後ろがファイヤーボール持ってる気がした。持ってそうな気がしたんだけど、どうなんだろう。持ってないのかな。いや、怖い怖い、このミドさん怖い。うわ、一生ほじるダビだ、一生ほじるダビだ。よし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 、やばい、これすりつけられたら終わりだから、すりつけられたら終わりだから、すりつけられないようにしっかりショートカーいきまして、しっかり焼いていきまして、いやー、当たらねー、もう当たってくれ、一発くれ、おいな、くそ、マジで言ってるそれさあ3レース目が、ぷくぷくビーチ、ようやく前張れそうなコース来たから、ここでなんとか前張って逃げ切っていきたいところである。熱いね、初手バナナ激熱。さあしっかりコイン2枚取っていきまして、ちょっと突っ込んでいくの、危ない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 、ブレーキ踏めブレーキ、よしよし、そう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 、そこで踏まれるとね、そこでバナナ吸われるとちょっと厄介になっちゃうから、さあ吸わないでもろって、あぶなっ、バカ狙ってくるじゃん危ねえマジでさあ2位が赤コーラ持ってるから、まあさすがにこれは投げれないかな。まあ投げたところで、まあ、次のまあアイテムでしっかり防御引いていきたいので、さあしっかりジャンプアクション出していきます。2位がキノコだね。裏が分かんないけども、まあとりあえずこのまま走っていきますか。さあしっかりと斜めで伸ばしていきまして、まああとはトゲゾウが怖いから、まあ、できたらそうだね、クラクション引いておきたいんだけども、どうかな、出てくれるかな。まあ出てくれないな。まあ早く飛んでくる前に引いておきたいさあしっかりカニちゃんのイン側をついていきまして、ミニターボをしっかり出しておきます。さあ後ろちょっとチカチカ見ておきまして、まあ大丈夫そうかな。ちょっとやらしいところにバナナも置いておきまして、ういー、熱いクラクション効いてゆく。さあこれでトゲゾウないし、赤コーラ飛んできたら防げるんだけども、いやー、まあ赤コーラも飛んできてほしくないな。2位ってね、結構2分の1の確率で赤コーラ引けたりするんで怖いんですよね。普通に引かれる可能性が高いので、この2分の1の可能性をどれだけ外していけるか、そこにかかってる運命がいやー、ちょっと待って、それはやばい、それアイテムすぎは一番やばいいや、まあちょっと待って、アイテムすぎだとね、これ2位がまた赤コーラ引かれて即投げとかされたら、もう目も当てられたもんじゃないから、ちょ、やめてほしいマジで怖い。いや、投げてきてる、いや、投げてきてるよね。耐えれるかなこれ。いやー、これまずいか、消せる、よしよしよし、後ろ潰し合ってる。いやー、もうトゲゾウがね、もうなんでこんなされなあかんねん、おやばい、終わった、おねえ、おひどくねえ、ひでえよ、おおひでえよいやー、どんだけ運ないねんマジで最後の最後で1位から10位まで落ちることある。ちょっとかなり苦しいんだが、さあしっかりと風もらい散ら、あ、どう言ってんの、何そのジャンプ、うわ、積み荷だってそれは。いや、一旦落ち着こう、一旦落ち着いて、しっかりと打開を狙っていこう。しっかりと、アイテムを、取っていきまして、さあコインも集めていきたいんだけども、なんかやばいのいるんだけど、なんかやばいのいるんだけど、もうどうしようこれ。いや、別に引いてもいいな、別に引いてもいいな、邪魔してくるなら引いてもいいけど、ああ投げてるね。さあそれだったらまずはしっかり落ちてるコインを集めていきまして、ダブル絶対取りたいの、ダブル絶対取りたいので、よし、しっかり取っていきます。ちょっと1位離れちゃってるけども、まあサンダーが降りそうな一番きついタイミングでスターを入れれれば、まあまあ全然問題ないかなと思うので、このまま走っていきたいなと思います。まあ、一番降られて嫌なのがね、なんていうのだろう、グライダーのとこなんで、グライダーのとこでしっかり入れれるようにこのスター持っていけたらなと思います。さあ周りが結構キノコ持ってくれてるから、結構平和に前走れそうな雰囲気はある。うわー、ちょっとそれは警戒してなかったな。ただ、あ、終わった、それは終わった、それは終わった、さすがにそれは道譲るそれはさすがに道を譲らないと無理。危ない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 。そろそろ入れておこうかな、そろそろ入れておくか、そろそろスター入れておいて、ちょっと1逃げすぎだな、さすがに、さすがに逃げすぎ、おーい、テレサてめえよー、本当にそれ取られるときついんだけど。さあ3位が赤さんぶん回してるね。さあ一応よいしょ、アイテム交換していきますが、弱くね、おー、弱いだろお前、一バカ抜けてんだろお前、いつまで赤ほじってんだよ、投げてくれ、よしよしよし、偉い偉い、よし、スタースタースター、これはこれ即使いもういつ振ってもおかしくないので絶対即使い。いやー、1全然トゲゾウいかねえサンダーも振らねえお前、俺が1走ってるけどめちゃめちゃ振る、やばい、それは避けれないまずいまずい、逆にここで振られたらもうおしまいだけどね。いよいよおしまいだけどさあ石、いやもう振るんかいて、もう振るんかいて。さあアイテム取っていいよ金。いやでも多分前も木野さんばっか引いてるから伸びにくいんだよなこれ。まあそうだよね、入れて良いとかだよね。おせえよ、俺がスター使ってる時に振ってくれよ。なんで俺が1位の時はめっちゃくんのに、俺下がったら5やへんね。いやもう今日ちょっと揉まれ方えぐいっす。今日本当に揉まれ方がえぐいっす。残りこの4レースでうまいことごまかすことができたらいいんだけども、なんかちょっとかなり沼りそうな雰囲気が漂ってる。さあしっかりコイン集めていきまして、ちょっと押さないで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 。さあ風取って前出ていきたいけども、うまい、この風取りはうまいけどどうだろう、競り勝てなさそうだね。まあいいわ、落ちとこう。これ戦略です、これ戦略です。あえて落ちることによってまずアイテムを粘って、よいしょ、アイテムを粘ってからスターをしっかりと引いていきまして、しっかりとスター引いていきまして、さあここでしっかりとよいしょアイテム入れ替えていきます。さあここで9位でアイテムをちょっと、木野さんは金短期はちょっと弱くない、さすがにちょっと、いやアイテムも取れてないし、これは普通にガバミスがひどいな。いやこうなると前が逃げちゃうから早めに戻りたいんだけど、普通に戻っても勝てる未来がないので、しっかりとアイテム交換してから上がっていきたいなと思います。いやーちょっと前のミドさん嫌だな、あれ普通に嫌だな。いやー怖い怖い、近づいてる近づいてる、危ない危ない危ない。いや後ろ投げてきそうな雰囲気あるな、怖えマジで怖え。ちょっと早く走ってくれ頼む。まずいってこれマジで。さあしっかりアイテム交換して、どう、いや近畿のまずい、近畿のまずい、近畿のは一旦交換しよう。次のアイテム交換で、まあ、しっかり、お前マジでそこ、お前もよ、お前フェイントやんそれ。さあトゲゾウが飛んでってる、やばい。いやー横パックンとあれがいるから、いやーこれ危ないね。さすがに前で出ていこう。さあ前出ていきまして3位に入ってるけど、いやーこれ1位と2位が遠いなーこれ。さあイカスミが来たからこれ消しておくか、これ消しておきまして、よいしょ。さあしっかりとアイテムを取っていきます。さあ赤コーラと緑コーラ、やばいやばい、終わった終わった、危ない危ない危ない。しっかり避けていきまして、しっかりと避けていきまして、コッコオッケーオッケーオッケー。しっかりと2位潰していきますが、いやーこの短期のじゃ多分追いつかねえんだよな。いやーこれよくて2位だなこれ。いやーそうだよね、届かないよな。いやー今日ちょっとうまくいかねえな、なかなか苦しい展開に見舞われとるわ本当に。いやー1位、せめて1位1回ぐらい取りたいな。いやーなんでブグブグビーチ2回連続やねん。おいお前、あんだけ嫌な思いさせられた後に走るブグブグビーチ、かなり重いやろ、重すぎやろ。ちょっと動揺して普通にスタダも見せたしね。まあいいわ、とりあえず落ち着いてまずアイテム交換していきまして、さあ木野さん引いていきます。これは悪くないね。さあまずアイテム取っていきまして、さあ落ちてるコインしっかりと集めていきます。まあおそらくここで出るの木野さんじゃなくて木野1だろうね。さあよいしょ、キノコ引いていきまして、まあ、早めに前戻っていきますか。やばい、吸っちゃうと思ってたけどちょっとあれだった。さあここは落ち着いてしっかりコイン集めてから上上がっていきますか。さあ集めてこれ以上ゆっくり走っちゃうと、前がまたねガン逃げしちゃうので、まあ、逃げられない程度に早めに前戻っていこうかなと思います。よいしょ。さあ7位でスター持ってるけども、まあちょっと苦しそうなタイミングで使いますか。まあ、被弾しそうになったら使って、まあ、それ以外はまあぼちぼち様子を見ながらでいいかなと思います。さあトゲゾウ飛んでってる。さあいいね、しっかりと1位が食らって、5位までスター持っていけてるという状況なんですけども、危ない危ない危ない。おいお前押すなバカ、お前あいつマジで許せねえ。俺はもう許さん、もう絶対お前引く、お前引く、よし OK。 さあいやーこれきついな。ここの3位か、とりあえずブメ引いたから2位しばきに行きたい、2位しばきに行きたいね。よいしょっとしっかりと、いやーちょっと待って、ジャンプアクションミスってる。これどうしようかなこれ。とりあえず事故らないように走っていけたらいいんだけども、まあどっかしらでやっぱ攻め、いやーちょっと待って、なんでそれアウト膨らんじゃうの、まずいまずいよ、まずいまずい。さあよいしょ、後ろ投げておいて、これを、いやーこれまずいか、非常にまずい展開になってる気がする。とりあえず後ろに抜かされないように、あーまあこれバナさんは大丈夫だな、バラさんは大丈夫だからとりあえずそのまま走っておきまして、一応くらい入っておきますか。さあブメしっかり当てていきまして、反射で1位当たんないかな。当たってないね、まあ、とりあえずここは2位でごまかしていこう。いやー2位でごまかせたけど俺は1位が取りたい。せめて1位1回でもいいから取らしてほしい本当に耐えてるだけなんだよな今日さあ、次のレースは新マリオサーキット。ちょっとシンプルに録画ボタン押し忘れててめちゃめちゃぐだっちゃった。初手めっちゃ遅れちゃったけど、まあこのコースね、まあ後ろから行ってもそんなにね弱くはないので、まあ問題ないかなといったところ。さあまず相手に回っていきまして、ポスター出てくれたら超当てると。あーテレサか。まあテレサ、まあ、そうだね、一応木野さん持ってるから、まあ、木野さんで上がりながらなんか苦しそうなところでまあ、テレサ入れるでもいいかなと思います。さあまずはしっかりとショートカイ行きまして、あー赤持ってますね、お兄さん赤持ってますね。まあ一応テレサあるからいいんですけども、さあしっかりとインついていきまして、投げてこないかな。投げてきたね、危なっ、お前ふざけんなよてめえおいさあしっかりとしばいていきまして、2位入っていきます。さあまああとはトゲ待ちだな、あとはトゲ待ちでいいわ。さあボム兵も、あやべかわされた、あーおしおし当たってるね。さあここからまあトゲ像が来るまではまあずーっと2位走って、まあ、後ろもちまちま潰していけたらなと思います。さあしっかりインついて、ただあとあれだね、追いつきなんだろう、1位にもしっかり追いついておきたいので、しっかりと、インは攻めて、まあ、走っていこうかなといったところ。まあキノコ2つな、どうしようかな、キノコ2つもいらないんだよな。いやこれ最後の最後にまずいの引いちゃってんね、1位がまずいの引いちゃってるから、いやこれどうしようかな。ボム兵じゃちょっと抗えないんだよなこれちょっとテクいことしてるね、テクいことしてるからここは投げよう。よし当たっていやお前2連ボムはずるだろ2連ボムはずるいで。いやしかもトゲゾウが1ゴールした後なんだよな。お前もトゲ待ちの意味が、おいもうこんなに1位取れないことある、こんなにもう俺が頑張って1位取れないことある、おかしいってマジで今日なんか録画ボタン押し忘れてたし、しかもまた2位なんだけど、おお散々すぎるだろ今日マジでちなみにビッグブルーは最後の最後までちゃんと1位張ってて、サンダーとトゲゾウがもう見事にかぶってぶち殺されました。